日本に移住して10年になるというアメリカ人女性による実際の日本が自分のイメージとは違っていたという記事が海外で話題になっていました。皆さんこんにちは。パーソナリティのあこです。今回は実際の日本を知って驚いたアメリカ人女性のエピソードに海外が興味津々の話題です。海外。日本が恋しい。テレビやインターネットで得られる情報の中には、間違った解釈をしたものや、とんでもなく古いものが紛れ込んでいることもあるようで、日本についてよく知っているつもりでいたのに、実際に訪れると、いろいろと間違った情報だったことに気づく。そんな外国人さんも多いようです。今回ご紹介するのは、日本に移住して10年になるという米国人女性によるエピソードです。彼女は、日本についてよく知っていると思っていたことというタイトルのエピソードを彼女自身のブログで紹介していました。彼女が知っていると思っていたのに実際は違っていた日本のこととは一体どのようなことだったのでしょうか。早速エピソードをご紹介していきます。日本に移住する前、私は日本のことをよくわかっているつもりだったわ。でもそれは先入観であって実際に住んでみて間違いだと気づいたことがたくさんあったの。もちろん正しいこともあったけど、ほとんどが違ってた。もう日本に来て10年にもなる。そろそろ次のステップに進もうかなって計画中よ。日本に来た当時に誤解していたことをいくつか紹介するわ。これから日本に来ようとしている人たちの中には、私と同じように誤解している人がいるかもしれないしね。じゃあ一つ目、日本食のすべてが健康的ってわけじゃないこと。日本では日本の食べ物だけじゃなくて輸入品もたくさん流通しているわ。だから食べ物に関してはかなり種類が豊富なの。東京や大阪のように大都市に住むならなおさらよ。あなたの住んでいるところで手に入るものならほとんど揃ってる。 いえ、もしかしたらそれ以上ね。日本の食事ってヘルシーなものばっかりだと思っていたわ。だから落とし穴があったの。私の両親は東京に引っ越したら毎日日本食を食べるんだからあっという間に痩せちゃうだろうって言っていたの。ところがよ、こっちに移住してたったの6ヶ月でなんと10キロも太っちゃったのよ。この恐怖感、ちょっと想像してみて。確かにお寿司とかお味噌汁はヘルシーかもしれない。でもね、カツ丼とかラーメンっていうのはヘルシーなんかじゃないの。これは母国での食事と同じで食べ過ぎはダメってこと。量に注意しないといけないのよ。本当に美味しいものばかりだから気をつけてね。二つ目、日本人は誰もがアニメに夢中になっているわけじゃないこと。日本に来る前にできるだけ日本文化や芸術について詳しくなっておきたくて一生懸命だったの。これは本当よ。ただ一つだけどうしても馴染めなかったものがある。それがアニメ。大人向けのアニメっていうコンセプトは悪くない。ただ私には合わないってだけ。未だに楽しめないし、ちょっと心が狭いのかなって思ったりする。日本に行く前の2005年頃に友達が私を映画に誘ってくれたの。ゴースト・イン・ザ・シェル、攻殻機動隊っていう日本のアニメよ。もう全然理解できなかったわ。残念だけど理解できないから混乱したし、長い長い90分だったわよ。あれから10年経って何回か見てみたけど、やっぱり大部分が理解できなかった。友達に習って見る前にウォッカ引っ掛けなきゃダメかしら。日本じゃアニメはメディア文化のうちの絶対不可欠なパートだって信じ込んでいたわ。だから日本に来て私がアニメファンじゃないことが分かってしまったらどうしようって不安に思ってたの。もちろんそれは間違ってた。確かに日本にはアニメファンがいるわ。でもそれは思っていたより少数派だったわ。それにアニメファンの友達に非難されるようなこともない。安心したわ。
3つ目、日本人は私たち外国人が思っている半分も真面目すぎじゃないってこと。西洋のメディアが描く日本人は一般的なステレオタイプ、つまり固定観念とか思い込みが反映されてるの。ビジネスマンだとしたら、とにかく勤勉で相手を敬い、真面目で保守的。その存在自体が仕事に没頭して上司やお客にお辞儀ばっかりしてることの象徴みたいな感じ。そのせいかもしれないけど、私が日本に来た当時はお辞儀ばっかりしてた気がする。日本に馴染もうとして真面目になりすぎてたのね。でもアメリカから帰国したバイリンガルの私の同僚の一人がアドバイスしてくれたの。それもとってもいいタイミングで。日本に長く滞在したいなら、仕事を一生懸命するのはいいことだけど、もっと楽しまないとってね。それを聞いてから気持ちが少し楽になったわ。日本に馴染もうとして無理するんじゃなくて、もっとエンジョイしなくちゃって。あれから10年、私の同僚が言ってたことは正しかったって分かった。生活していれば分かることなんだけど、日本人は西洋メディアに出てくるようなステレオタイプとは全然似てないのよ。そりゃ、日本人は普通真面目に仕事をするわ。確かに仕事と家庭で言ったら仕事に集中しているからバランスが偏ってる。でもね、日本人は楽しみ方、リラックスの仕方をちゃんと心得ているの。実際に日本人が羽目を外すとすごいのよ。とっても面白いわ。そして楽しいわ。私の友人の多くも羽目を外すととんでもないことをするけど、それよりももっとすごいことをするんだから。4つ目、日本人女性は常に着物を着ているわけじゃないこと。日本の伝統衣装といえば着物よね。男性はともかく、女性は誰でも着物を着て外出するのかと思ってた。でもそんなことなかったの。初めて降り立った日本の空港には着物を着た女性は一人もいなかったわ。普段の生活の中でも着物で出歩いている女性はほとんどいない。いたとしても高齢の女性が多いかも。でもお祭りの時なんかには着物じゃなくて浴衣っていうのを着ている女性がすごくたくさんいるの。華やかでとっても素敵な光景だった。私は京都で着物を着たことがある。京都は観光客が多くて、外国人観光客でもレンタルの着物を試すことができるって聞いたから行ってみたの。一人で着こなせる女性が少ないから、普段着物を着なくなってしまったらしいけれど納得よ。だってあんなにたくさんのものを身につけるなんて想像もしていなかった。着物を着ると姿勢が良くなるっていうか、歩き方まで変わるのよ。自分で着るのは到底無理だけど、あなたも京都に行ったら着物体験してみるといいわよ。日本で過ごした10年間は私にとって新しいことを学んだ期間だった。カロリーの低い食事をメインにすれば数ヶ月で体重オーバーになることもない。日本みたいに魅力が溢れた多様な国にいると、新しいことを学ぶのに年齢が障害になるってことはないと思うわ。今までのイメージが変わるだけじゃなくて、日本について知れば知るほど日本という国が大好きになる。本当に魅力的な国よ。以上がエピソードの概要です。この話題に様々なコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本から帰国したばかりだよ。もう日本が恋しい。日本にまた行きたいよ。私も日本について誤解していたことがたくさんあった。日本には一度行ったけど、日本は清潔だし、みんなとても親切。それにものすごく礼儀正しい。1ヶ月かけて日本中を旅したよ。今までに行った国の中で最も清潔で、誰もがフレンドリーで礼儀正しかったよ。日本語を勉強して日本で暮らそうと思ってる。
私はまだ行ったことはないけど、すごく興味があるな。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介したアメリカ人女性は、日本に対し先入観があるまま移住しましたが、様々な事実を知ったようです。間違って認識していたことなどもあったようですが、今では日本が好きになり、楽しんでいるように感じました。これからも日本での生活を楽しんでほしいですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？ちょっとでも面白かったら、高評価ボタンよろしくお願いいたします。では、今回はこの辺で。アコがお届けいたしました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、またお会いしましょう。日本って、いいね。